ビンディン賞大尊剣、高中博物館の陳高お造陳紅葉は、西山朝で活躍した、ベトナムの人物。竹文勇、武帝州、玄文行はじむ文行李文法、玄文六と並んで、西山七子賞と称された。若い頃については、不明な点も多く、生まれは、ビンディン賞、ホワイアン剣、クアン外賞、モードク剣、ダナンの三節がある。 1771年、玄文鷹、玄文友、玄文絵の三兄弟が西山党の乱を起こすと、新興用も駆けつけたが、途中で虎に襲われ、まさにその気球の時廃止春に助けられたという。二人はそのまま西山党の乱に参加し、玄文鷹が売借人となって夫婦となった。以降二人は西山党の名称として、名を馳せることになる。 1789年、ドンダーの戦いに出陣、元文江のもとで作戦に当たる。新朝の軍を撃退した後、陳公用は、おさむやすの総督に任じられる。1792年、長江を怠った、アイロを攻めるために派遣された際には、多くの財宝、馬、像などを持ち帰った。1792年、元文江が要去ると、 この玄光が、わずか十歳で定位を継いだため、将風に任じられ、大主の背徳、千、広塚里の竹文雄を助けた。鎮公陽と竹文勇が、戦のために軍を率いると、背徳千が政務を独占した。1795年には、鎮公陽は、遠鏡城を包囲。広南、玄師の将の武政の優先に苦しめられ、城を落とすには至らなかった。 この頃、朝廷では、ハイ特戦が、竹文雄の平権を抑えようとして、逆に、竹文雄に殺される事件が起こった。陳公用はこれを知ると朝廷に戻り、竹文雄に対抗したが、後に、玄光によって皇王は、陳公用も入朝し、竹文三、玄踏君、玄文明と共に与柱大臣として、政務を取った。1799年、福の軍が退去して、 紀神城に進攻すると、鎮公陽と竹文様は、前線支援を認じられた。戦いでは、元文政が倒れ、竹文雄の軍が大敗したため、紀神城は陥落した。元光は、この敗北を知ると、邪曲で特選したが、敗北に伴い帰重した。鎮公陽と竹文様は、広島並で守りを固めた。1800年、鎮公用と竹文様は、 木人城を攻めたが、立てこもる敵は攻略できなかった。1802年、玄光が昇竜へ退いた後二人は、木人城の攻略を諦め、玄光と合流するために、北上の準備に取り掛かった。陳光陽と竹文サは、愛イを通り、香山を突破して、昇竜へと北上しようとしたが、おさも陥落し、陳光陽はついに、廃止春と共に、清志明に落ち延び、 夫婦共に捕虜となった。西山町の滅亡後、陳公用は不春に連行され、他の将軍たちと共に晒し首にされた。彼は、ベトナムの歴史上最も優れた英雄の一人とされ、クイニョン,ン氏には彼の名前を冠した棒があり、ベトナムの多くの都市に彼の名を冠した通りがある。ありがとうございます。